女子 3000m 競走予選は続いて2組29名の出場です。女子円盤投げ続いて平山さん、福島市女子走り幅跳び続いての跳躍は北海道北斗大野の秋山さん、白い旗が上がり現在記録を計測中です。そして続いて最後の跳躍者北海道八雲石堂さんと続きます。さあ先頭は間もなく1周400メートルを通過です。400メートルの通過は74秒。さあ先頭間もなく1000メートル3分14秒。先頭は森博さん、山口国府。Cゾーンで行われている B 男子砲丸投げ1回目の投擲が終わりました。ただいま2回目に入っていますが、1回目の投擲で志行君、兵庫平野の修行君が15メートル85をマークしています。ちょっと、ね、今そしてそのお隣 ABC 女子の共通の円盤投げ2回目の投擲に入っております。 C 女子走り幅跳びは5回目の試技に入りました。現在トップは2回目に5メートル56の大会記録をマークしている北海道八雲の石堂さん、4回目の記録は5メートル45でした。さあ先頭は大きな集団です。森博さん、山口国府、そして大西さん、兵庫播磨。大分狭間の麻生君が次の投てき、広島祇園東の大地君は13メートル67。砲丸投げ大分狭間の麻生君14メートル49、記録を伸ばしてきました。続いて熊本龍南の井手上君、
先頭は 2000m を通過、6分33秒。スクリーンをご覧ください。予選1組の結果、1着イーサン・フジミ9分33秒10、2着金山さん・加古川9分33秒33、3着阿部さん・フジミ9分33秒37、4着村尾さん・桂9分33秒48、5着石澤さん・上野山南9分33秒68、6着小笠原さん・津畑南9分34秒29、7着北村さん・勝樹9分35秒40、8着姿さん浅川9分35秒95。スクリーンをご覧ください。B ダッシュ砲丸投げはただいま2回目の投てき、先ほど熊本龍南の井手上くんが15メートル1をマークしています。さあここで前へ出てきたのは鈴木さん、東京城北 AC。先頭残り 400m。 大阪清風南海の中村くん、大阪清風南海の中村くんの記録15メートル96、ここでトップです。C 女子走り幅跳びは5回目、最後の跳躍者は石堂さん、北海道八雲、これまで5メートル56をマークしてトップです。この記録は大会記録。石堂さん、5回目は残念ながら赤い旗が上がりました。 C 女子走り幅跳びはこれから6回目です。